私は本田美奈子さんが大好き で本田美奈子さんが出演されていた王様と私の舞台を見に行かせていただいたことがあったんですけれども、そのタプチムというお役を私がさせていただけるというお話を聞いて、本当にとても嬉しく思いました。本当にお衣装もこうなんか素敵でというか、もうここまであんまり肌を出すこともなかったので、ちょっとこのお腹とかはちょっと今はまだ恥ずかしいですけれども、あとなんか体の色もあんまりこう生まれてから焼けたことがないので、今日初めて黒くなりました。ちょっと自分では違和感は感じるんですけど、周りの方はなんかそんなに違和感ないっておっしゃってくださったので、なんかこれを着たらタプチムがこう舞い降りてくるというか、きっとお稽古したらもっともっと自分の中に入ってくると思うんですけど、お衣装とこの体を塗っただけでちょっとなんか気持ち的にも変わりますね。歌うことが一番大好きなので、本当にミュージカルにまた出演させていただけることができてとても嬉しいですし、本当にテレビとか歌のお姉さんのコンサートとか、あとは、また違う舞台の自分というのがなんか自分の中にあって、なんかそういう部分もまたこうステージで表現できるのかなと思うとすごく楽しみで、ワクワクしています。愛っていうのがすごく大きいかなと私は思っていて、アンナ先生が王様を思う気持ちとか、王様がアンナ先生を思う気持ちで王様がちょっとこう変わっていったりとか、あとタプチムが彼を思う気持ちの愛だったり、あと子供たちがアンナ先生を思う愛だったり、なんかこう愛がたくさんいろんなところでこうテーマとして出てくるんではないかなと思っていて、そして歌もたくさんありますし、ダンスもありますし、こう見たことがないお客様もこうすんなりこう入って楽しんでいただける作品なんではないかなと思っています。ミュージカルを、いろんな今まで見たことがない方とか、いろんな方に広めるということで、たくさん地方も、行きますし、お値段も3500円ということで、普通のミュージカルよりはお安くなっています。なので本当にこう今までミュージカルというものを身近に感じることができなかった方でも、こう気軽に見に来られるんではないかなと思っております。おじいちゃんおばあちゃんからお子さんまで、みんなご家族でぜひいらしていただけたら嬉しいなと思います。